まずは満島ひかりさん、佐藤健さんです。続いて八木莉可子さん、木戸大聖さんです。続いて荒木とわさん、青井山田さんです。続いて加穂さん、中尾明義さんです。そして向井理さん、小泉今日子さん、勘竹由里監督です。さあ、それではフォトタイムをこちらで設けさせていただきます。ご登壇の皆様お願いいたします。ありがとうございます。それでは皆様ご移動をお願いいたします。もう本当に作品の方すごく素敵でした、はい、今日大勢のファンの皆さんも300人いらっしゃっていただいてて、まあ、こういう形でのイベントというのもなかなか久しぶりかと思うんですけども、そこの感想いかがでしょうか。はい、じゃあ佐藤さん。いやー、久々にこうフィジカルに対面する機会をいただけてすごい嬉しいですし、こうやっぱ集まってくれたことも嬉しいし、まあ、今日はできるだけこう感謝の気持ちとファーストラブの良さを伝えることができたらなと思います。ありがとうございます。橋場さんお願いします。なかなかね、一つの作品でこういった大きい規模のイベント開いていただくことが少ないので、すごくいい機会だなと思って、ちょっとみんなで楽しめればなと思っております。ありがとうございます。ちょっと今日カーペットも水色でファーストラブ色ということで、会場の雰囲気もいかがですか。嬉しいですね。こうなんだろうな、やっぱりこの作品に期待をしてくれてるというか、楽しみに待ってくれるのがすごく肌で感じることができたので非常に嬉しいです、ね、発表から配信までがすごく、ね、時間があった番組じゃある作品なので、
すごいなんか期待値も高まってると思いますけど、それに応えられるような作品になってるんじゃないかなと。水色が結構キーになってくるようなドラマなので、今日はブルーカーペットで。ありがとうございます。その企画から4年で、撮影も8ヶ月ぐらいいろんな場所で、北海道主にされてたと思うんですけど、なんかその時の思い出というか改めて何かありますか？もうそのコロナ禍真っ只中で大変でしたよね。そのみんなでご飯行こうぜみたいなこともできずに、割と撮影だけ粛々とやってた感じだったんですけど、だからただ北海道のやっぱりそこでしか撮れない映像みたいなものが本当に撮れてるし、なんかそういった自然の力にパワーをもらいながらなんか芝居ができたなと思います。ありがとうございます。なんかあんまり見たことのない、ちょっとこう本当に何だろう、頭だけじゃなくて体がどうしようもなく動くようなドラマになってて、なんかそれ撮影の間にもやっぱ自分たちも今まで撮影したものよりも難しいこともいっぱいあったし、なんか作品にこうなってきた時にそれこそタケル君の顔とかも見たことのないような表情もたくさんあったりして、他のキャストの方もですけど、役者さんのきらめきがすごいなっていうのと、本当にロケ地たくさんいろんなところに行って、これを捉えたスタッフたちのなんか底力みたいなのは本当日本のラブストーリーが愛されたらいいなと思ってます。本当に絵とか全部綺麗でしたね。綺麗でしたよね。八重のお家も素敵でしたし、はい、でちょっと思い出のお話を聞きたいんですけど、この初恋、ファーストラブがリリースされたの1999年ということで、佐藤さんはおそらく多分小学校高学年で、満島さんはもうすでに芸能活動されてたと思うんですけど、その時のなんか思い出とか、このもしファーストラブ聞いた思い出とかあればちょっと教えていただきたいんですけど。もちろんもうリアルタイム当時からすごい盛り上がって、耳にする機会はたくさんあったんですけど、大人になってからも本当にそれこそ友達とカラオケに行った時とか絶対みんな歌うし、いろんなアーティストの方がカバーしたりとかして、友人のこうライブに行った時にその僕の友人がカバーしてたりとかして、なかなかそんなにずっといわゆるこう世代問わず愛される楽曲ってやっぱりないなと思うので、今回そういった楽曲をこうテーマにした作品に出演できることはすごく光栄だなと思っております。私はなんか当時宇多田さん多分年も近いこともあって、少しお姉さんがどうやってこの曲をお家で作ったんだろうなとか、お布団の中に入って一人で歌詞書いたのかなとか、いろんな想像をその当時もしてたんですけど、大人になって聴いても大人の心で聴ける曲っていうのが改めてすごいなと思ったし、勘竹由里監督が撮る映像と作品と私たちとファーストラブがものすごくマッチしていて、なんか改めて本当宇多田さんのなんかこう頭だけじゃなくて自分のなんか見えないものに突き動かされたクリエイトみたいなのに感動します。はい、ありがとうございます。本当に20年前の楽曲とは全く思えないぐらいの感じですね。じゃあ最後に一言だけ、配信楽しみにしている皆さんにメッセージ一言ずつお願いします。そうですね、1年間捧げましたよね。我々は本当にファーストラブにしかやってない1年間あって、すごく思い入れも強いですし、それがついに今月、末から配信になることを非常に感慨深く思っております。皆さんに愛していただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。 いよいよ配信になりますけれど、私もまだ一度ドラマを通してみてすごく撮影のことも思い出しながらなんですけど、本当にもう一度やれないお芝居がみんなのたくさんそこに映ってて、本当に美しい涙も美しい笑顔もたくさん映ってて、なんか本当見たことのないラブストーリーだと思うので、ちょっと反応がすごく楽しみです。はい、はい、ありがとうございます。以上です。はい、こちらでお話を伺わせていただきます。改めてカーペットイベントいかがでしょうか？人生初めてと伺ってますが、今のお気持ちを。
教えてください。緊張してるのと、たくさんなんか人がいらっしゃって、もう高揚感でいっぱいで楽しんでます。はい、楽しいです。皆さんいかがでしょうか。いや、ちょっとタケルさんにもこれが普通じゃないぞっていうことを言われてたんで緊張します。相当びっくりします。お願いいたします。あ、やっとね、ここまでこうやって皆さんの前に現れられて本当に光栄です。ありがとうございます。ありがとうございます。まず八木さん、木戸さんはもう一緒に撮影して同志だともう語っていらっしゃいましたが、今日こうして今日このイベントを迎えられた心境を改めてお願いいたします。そうですね、でもやっぱり同志だと思ってます。なんか結構辛い撮影とかも一緒に乗り越えてきて、こうやって今日迎えられて、なんか一緒に今横にいてもらえるだけですごい安心するので、やっぱり同志だなと思ってます。そうですね、本当にそれこそ監督に、まあ、役者として大切なことをもうすごくいろいろ教えていただいたのを、こう同じ空間で同じ時間一緒にこう成長していったなっていうので、本当同志の存在です。ありがとうございます。そんなお二人をオーディションからやって出演となりました。監督、一言お願いいたします。そう、私がタケル君と会ったのも多分立花子が最初18歳とか19歳ですね、最初に会った時に、はい、その頃に会って今20歳超えて、はい、なので2人には本当にひかりちゃんとタケル君みたいな、ね、日本を代表するあの俳優になってほしいなという気持ちで今日は見てます。ありがとうございます。最後にファンの皆様に一言ずつメッセージをお願いいたします。はい、見た後になんか世界の解像度とか彩度がちょっと少し上がるような素敵な綺麗な作品になっているので、ぜひ楽しんで見ていただけたら嬉しいです。見てくださった方のその初恋のエピソードとか思い出にきっと重なる部分があると思うので、ぜひそこら辺も注目して自分とこう自分の思い出とこう重ねながら見てもらえるといいなと思います。はい、本当に長い時間かけて出し惜しみなく作ったので、みんな志高くやれた作品だと思うので、ぜひ一人でもたくさんの方に見てほしいなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。この後移動されます。ありがとうございます。すみません、お願いします。オフィシャルインタビューです。お願いします。こういう豪華なカーペットイベントでは久しぶりかなと思うんですけど、いかがですか雰囲気は。いやー、なんかなかなかこういうイベントに参加させていただく機会なかったので、しかもねここ最近はこんなにね実際にね見てくださる方目の前にすることなかったから、やばい、あ、俺芸能人かもと思っちゃいましたすいません、恥ずかしい。恥ずかしいですね嬉しいですね、こうやって皆さんがなんかこう期待してくれてる感じとかもね、はい、今日も会場は300人の方で、配信も今1万人の方が見ていただいているということなので、すごい。そうなんですね、ここにいらっしゃる方だけじゃないんですね、今配信もあるんです。やばいわ、緊張しちゃいますねちゃんと喋んないとちゃんとしないと改めてこの歌作品は宇多田ヒカルさんのファーストラブですとか初恋をから着想を得た物語ですけど、実際お二人この宇多田ヒカルさんの曲思い出とかっていかがですか。どうですか。なんかそれこそ僕まだ子供の頃だったと思いますけど、なんかこうラブソングみたいのをなんかこう初めてちゃんとこう意識して聴いたの、本当宇多田さんの曲かもなと思って、なんか自分の中にずっとこうあるもの、成長とともに、だからそういった作品に携われるというのはもう非常に嬉しいですね、はい、そうですね、私もまだそのファーストラブが発売された時って小学生とかで、その時は覚えてなかったんですけど、でもなんかこう思春期を迎えるにつれて、なんか宇多田さんのファーストラブを聴いてっていう、なんか私自身もなんかいろんな思い出があるので、なんかこの作品に参加できてすごく嬉しいなと、はい、思ってます。実際まあこの楽曲当時は1999年、うん、なので、まあそういうまあ作品の中でもそういった当時が描かれてますけど、当時の本当にそういう楽曲以外でもなんか深い思い出とかありますか当時。で僕小学生でしょ、それあでももう間もなく僕多分芸能界に入ってるんですよ。でもう子役としてスタートしてるんで、そのデビューした頃ぐらいとかはすごくなんか、あそんな自分が今こうして
こんなとこ歩いちゃったぜみたいな、なんかちょっと思い出しますね。はい、でも私もまだ99年で言うと8歳ぐらいですかね。だからあまり記憶がないんですよね、その当時の。でまだ仕事も始める前で、何やってたのかなと思うんですけど、でもなんかドラマの中でも99年出てくるじゃないですか。でなんか自分のそのなんか子供時代のことを思い出したりとかして、いろいろものすごく変わったと思う。変わったなって。99年からね、世の中が、この20年ぐらいですか、大きく変わったからね。変わりましたよね。ありがとうございます。今回この、まあ、お二人含めあの本日の共演者の皆さんと撮影以来の再会の方も多いかと思うんですけども、今日久々にお会いしていかがですか。でも実はあのドラマの中でお会いしてない方が多いんですよ。中尾さんは先ほど満島さんと初めましてってご挨拶してるんでそういったこともあるんですよね、やっぱりこう作品っていうのは。だからお会いできて嬉しいなみたいな。そうなんですよ、ドラマ見てたのであの完成したものだからお会いできて嬉しいなっていうこともありますよね。本物にお会いしたみたいな感じです。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にですね、本作のですね配信スタートを待ちにしているファンの皆さんに向けてメッセージ、カメラに向けてお願いします。いやもう本当に素敵なラブストーリーになってると思うので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。いやもう本当にあの日本を代表するラブストーリーが完成したなと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。ありがとうございます。以上です。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。荒木さん、葵さん、このようなカーペットってこれまで経験されたことってございますか。まず荒木さんお願いします。ないですよね。ないです。もうめっちゃ緊張してます。いかがですか、お客さんの様子が。びっくりです。びっくりします。いや転がりたいぐらい嬉しいですね。緊張しますけど。今回宇多田ヒカルさんのファーストラブの楽曲にまつわる何かエピソードとか思い出があったらお伺いしたいんですけれども、荒木さんいかがですか。いや僕はやっぱりそのファーストラブってやっぱみんな聞いてるじゃないですか。それで友達がずっと聞いてて言いたくなっちゃって、でも言えないじゃないですかっていう、ずっとなんかもううーって気持ちがずっとこの公開までずっと続いてました。楽曲に対するその気持ちだったり。でも昔からそのずっと好きな方なので、やっぱりすごい作品に携われて大好きな曲なので本当に嬉しいです。この曲って1999年なんですけど、私2000年生まれで、とわくん2005年そうだから2人とも生まれる前の曲なんですけど、なんかその前の時代の流行ってるものとかそういう状況が見えてすごい面白いなっていうのと、それが今私たちができてるっていうのがすごくなんか感慨深いです。ありがとうございます。お二人共演シーン多かったとお伺いしてるんですけれども、撮影を振り返ってみていかがですか。いかがでした。どうでした。なんかでもなんていうんですか、引っ張られたというか、なんか踊ってって監督に言われたら踊れるじゃないですか、ね、なんかもう自分が引っ張られてて、なんかしてって言われても固まっちゃったりするんで、すごいなってずっと思ってました。それを聞いていかがですか。確かに最初のオーディションの時に踊ったよね。あ、僕も踊りました。踊った。なんかなんだろうね。そうでもとわくんとはキスシーンがあるんだけど、なんかもう何十回もやって、ほぼなんか気持ちなかったよね最後っていうぐらい。でも気持ちってすごい不思議なものだなと思いました。何回も繰り返すとなくなっていくもので、これを持ちながらお芝居するってとっても大変なんだなって感じがしました。お互いの演技についてはいかがですか。お互いの演技について、でもやっぱりさっきも言った通り、なんか何にでも対応できるじゃないですか。そこがやっぱなんか尊敬してるというか、そのキスシーンも。そうです、ね、嬉しいです。嬉しいです。すみません。そのキスシーンもなんか僕帽子を落としたじゃないですか、誰の時とか、なんか
忘れちゃってて、うん、あやばいってなってパッて話したシーンとかあって、なんかそのくらい気持ちを新鮮に持ってる演技をしてくださったので本当にありがたかったです。でも綴と歌の関係性もこう役終わって今の関係性も多分そんなに変わってなくてこの延長でできました。ありがとうございます。インタビュー以上になります。ありがとうございます。すいません、こちらでオフィシャルインタビューお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずこんだけ大勢のファンの皆さんと、こういったカーペットイベント久々かと思いますが、お二人いかがでしょうか。でもこんな規模なの私初めてに近いかもしれないです。僕も初めてです、ね、こういうことするのが。いかがですか、ファンの皆さんと一緒にこうやって。そうですね、でもなんかこれから、配信が始まるので、その前にこうして皆さんにこのドラマのことを知っていただいたりとか親しみを感じてもらったら、より見るのを楽しんでいただけるのかなと思って、はい、いいイベントかなと思います。そうですね、やっぱり実際こうやって見てくれる方っていうのを目の当たりにすることってないじゃないですか。だからそういう人たちの顔をこうやって直接見ることができるっていうのは僕たちにとってもすごくいい機会ですし、実際こういう人たちが見てくれてるんだなっていうのをすごく実感が持てる場ではあるので、すごい楽しみにしてました。ありがとうございます。本作が宇多田ヒカルさんのファーストラブの楽曲にまつわるエピソードということなんですけれども、なんかこうファーストラブの楽曲にまつわるエピソードや思い出とかございますか。楽曲が発売された1990年代当時のご自身の思い出とかでも。そうですね、90年代まだ私ものすごく元気でしょっちゅう飲みに行ってたんです。それで、飲むと最後にカラオケとか行くんですけど、はーちゃんという友達がいつもファーストラブを歌っていました。なのでなんかそういうことも思い出しながらも、でも宇多田ヒカルさんのこう登場っていうのは大人から見てもすごく新鮮で、わーすごいアーティストが出てきたなっていうので注目していたことも同時に思い出します。僕は多分高校生ぐらいだったと思いますけど、やっぱりみんな聞いてましたし、こう改めて今聞いても全然こう色褪せないなっていうのが、なんかその時代とか、僕もこう成長してくる中で今聞くとまた違う発見があったりとかするので、すごくこうなんだろう、本当に常に魅力を持っている楽曲なんだなっていうのを改めて感じますね。ありがとうございます。先ほど共演者の皆様と一緒にブルーカーペットも歩いて来られましたけれども、今日久々に撮影以来の再会の方も多いんじゃないかと思うんですけれども、久々にお会いしてみていかがですか。そうですね、今日初めて会ったっていう方もいるぐらい、私は八重ちゃん、八重子さんのお母さんの役だったので、はい、本当に家族の役の人にしかお会いできてないので、今日本当に新鮮な気持ちでこの大きな作品に関わってたんだなっていうのを改めて実感しているような感じです。僕はもう本当に限られた方としか共演してないぐらい、小泉さんと満島さんと、あと自分の子供の役の子だったので、割とタケルとも本当に久しぶりに、現場では会ってなかったんで本当何年かぶりに久しぶりっていう話をして、なんかちょっと緊張しますね。久しぶりに会うから変な感じ。ありがとうございます。本作ですけれども、特にどんな方々に言っていただきたいなというふうに。そうですね、もちろんその若い方々にも見ていただきたいですが、私のような年齢 の人たちにもその初恋っていうのでぐっとこう胸に来るものもあると思いますし、あとネットフリックスでの配信ということなので、たくさんの国の人に日本のドラマを知ってほしいし、日本の俳優たちを見ていただけるチャンスだと思うので楽しみにしてます。はい、ファーストラブ初恋ということで、もう僕も初恋ほとんど忘れてしまいましたけど、そういう人が見てもらってもなんかいろいろ思い出すこともあるでしょうし、今小泉さんおっしゃったように、こう日本のこうエンターテインメントの力といったらおこがましいですけど、こういう作り方をしてたりだとか、すごく繊細な部分で作ってきた作品だと思っているので、それがまたこうやっていろんな世界に広がることで、僕らのこの日本だけじゃなくてもっとボーダーレスな作品作りに少しでもつながっていければいいなと思います。ありがとうございます。以上でインタビュー終了になります。ありがとうございました。ここで一言だけ、はい、
今からあっち行くねっていうのをちょっと、はい、舞台の上行くねっていうのを、あ、これに、はい、これ見せて、あ、ずっと映ってたの知らなかった、ちょっとずっと映ってたんですか、こっちに映ってたの知らなかった、真面目に、すごく真面目に恥ずかしい、まあ、我々も今からそちらに向かいます。